今日はね、一人なんですよ。まあ一人なんでね、ちょっと一人でやれる作業をね、やっていこうと思います。で、この前、こっち側の面の床を、まあ、剥がして、で、まあ今日はこっち側かな。とりあえずこっち側の床ですかね。こっち側の床を一回剥がして、で、まあ状況をね確認して、でどういう作業をねやっていくかっていうのをね決めていきたいと思います。まずは軽く掃除からですかね。この前ちょっと天井からだいぶ土ぼこりが落ちてきたので、これを軽く掃除してから床剥がしていきたいと思います。じゃあやってきます。やっべー家買いました。皆さんこんにちは、瀬田からです。築年数不明、約40平米の小さな平屋を買いました。家の中はゴミだらけ、荒れた庭、雨漏り、シロアリのもうボロボロの家を夫婦2人で DIY フルリノベーション、素敵な家に生まれ変わるまでのお話です。作業52日目、床下の現状。床はね、結構ね抜けそうなんで、こうやって今コンパネとか引いてとりあえず補強してます。で、あと床抜く前に、床抜くと、まあ、この中に床板が刺さっていて、でここでこれを支えているようなもんなんで、扉がね向こうに倒れてしまうので、一回扉もね外しておきたいと思います。よし、じゃあやっていきます。皆さんこんにちは、瀬田からです。まあ、前回床板を剥がした時、吐き出し窓を外さなかったので窓がね倒れてガラスを割ってしまったんですよね。まあ今回はねそんなことがないようにもうね先に外しておきます。まあ天井を掃除した時に落ちてきた大量の土ぼこり、これをね掃除していきます。まあ、この土ぼこり、元はね粘土質で水分を含むとネチャネチャして、まあ、湿った地面になってしまうので、なるべく取り除いておきます。まあ、この土はね産業廃棄物産廃になります。まあ、ざっくりですけど掃除ね終わりました。で、今床板はほとんどねこう乗ってるだけなので、足の踏み場とかね考えないとちょっと足抜けちゃうんで、しっかりこう根太のねところを乗って歩いていきたいと思います。こうやってねもうほとんど乗ってるだけなんで、まあサクサク外れると思います。内側の床板外しました。結構ねよく見ると根太がねこっち側結構ボロボロっすね。ここもなんか朽ち果てて、状態があまり良くないっすよね。ここもなんか虫に食われてんのかな。虫に食われた跡があるな少し。まあここら辺はねちょっと変えていこうと思います。まあ、ここもそうですよね。これも。
悪いな。なるほど。このこれも外さないとこの板が取れないんで、釜芋も外しちゃいます。あとこっち側もそうですね、これここもこの釜芋外さないと取れないんで、これも切っちゃいます。で、地面はなんか謎の穴があるな、なんだ。まあまあまあ年代相応って感じですかね。塚とかも特にダメそうなところもないし、大引きも全然なんか問題なさそうですね。シロアリとか食べられてるところは特にないので、大引きはこんな感じでタルキでこう支えてる感じですかね。これね、こうやってかかってないんですね。まあしょうがないか。そしたらとりあえずダメそうなおびきはもう撤去して、あと床、こうやってね、板とかゴミとかもちょっと落ちてるんで、そういうのもね拾ってきれいにしていきたいと思います。まあ、この状態だとね、なんか床降りづらいんで、まあ、今455ピッチで根田がこう通ってるんですけど、あとでこれ333ぐらいのピッチでこう分けていくので、まあ、間の1本取っていっちゃいます。で、あとこう状態のね、こういう状態の悪い根田も、カットしていきます。なんか思ったよりも根田の状態があまり良くないんで、全部ね外したいと思います。結構まあよれてたりとか、あとなんだろう、ちょっとこういう感じでちょっと痩せてたりとか、まあなんかあんまりねなんか良くないんで、もう全部変えます。外しちゃいます。まあ、だいぶ歩きやすくなりましたね。よし、あとはじゃあ床をまあ掃除していきます。あるあるですかね、木の実の種がこうやって、まあ多分小動物何かここでね食べた跡ですよね。こういうのなんかたまにちっちゃな穴とかもあんな。こういうのなんだろう、なんかモグラとかたんですかね、こういうとことか。モグラの穴なのかな。あとはこういう飛び出してる釘も
綺麗にしていきたいと思います。思っていたよりは床下の状態悪くないです。もう掴むねしっかりしているし、大引きも問題ないし、もう根太がダメでしたね。もうこれはね、もう長年放置して、まあ、雨漏りとかもあったので、もう部屋の中から朽ちてきたということなんでしょうね。もう家の骨格がしっかり生きているというのが良かったです。まあ、解体すると釘とかね飛び出しているので、これをねもうしっかり抜いたりカットしておかないと、もう服が破けてしまうので、ここもしっかりとやっておきます。だいぶ綺麗になりました。いや大変だ。で、このね木、大引き、これの状態なんですけど、まあ、場所によってはねしっかりしてるんですけど、なんかこのここら辺とかはね、もう、わかります?グラグラ。グラグラなんですよね、もう。かろうじて、根だって支えられてたみたいな感じですかね。まあ、ここら辺もちょっと補強しないとダメそうだな。なんかそういう、まあ大体ここ、この場所と、あと、ダメそうなのが、ここか。ここが、まあ、ここはついてないだけか。こっちと、うん、ここもちょっと弱いかな。まあ、その3箇所ぐらいですかね。で、あとやりたいのが、よいしょ。今、ちょうど、あそこが、換気穴で、基礎のラインで、こうやってくると、土がね、ここだけ、めちゃめちゃ盛ってあるんですよ。ぐーっと行って、向こうの角もね、ちょっと持ってあるんで、ちょっとここら辺一回、平らにしていきたいと思います。うわ、なんかここら辺もそうだな。木の実がいっぱい、こうやって、あるんで。寝床かトイレかなんか、そんな感じになってたんですかね、これね。ちょっとここら辺も一回、やっていきたいと思います。地面をなるべく平らにならしていきます。まあ、基礎の上土台近くまで土が持ってあったので、この土は庭に持っていきます。もうなんか埋まっていたら嫌だなと思っていたんですが、なんと何もなかったです。土がね上の方まで持ってあると湿気で木が水分を吸って腐ったり、まあ、シロアリに食べられやすくなってしまうので、まあ、あまりね良くないんです。バケツに土を入れて庭に撒く。これをねひたすら一人で繰り返す。まあ、こういう時こそ二人いたらなぁと思うのですが、マジでね、疲れました。とりあえず、ここら辺ちょっとこう土がね、持ってあったところ、平らに、まあ、ほぼ平らにならしました。いや、マジ疲れた、ここ。よし。じゃあ、あとは、一回かな。大引きのレベルをね、一回ちょっと見ていこうと思います。下にね、ちょっと軽く補強を入れて、窓ね、窓はめました。よし、じゃあ、レーザーがここにあるんで、ここで、ちょっとレベルをね、見ていきたいと思います。178、168、165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 、
なるほどね。そしたら一回使うはもういらないってことか。直さなきゃいけないもんな。大べきあそこ通ってるから、あそこを基準にした方がいいな。あそこ下通ってるもんね。そしたらまあ、今床が、まあ大体ざっと計測してプラマイ20ぐらいで、まあこう前後しているので、まあ塚をね、調整しなきゃいけないんで、もう塚と漬物石みたいなのもう取っちゃいます。で、下に引いたらこの大引きもね、ちょっと高さレベル調整出して、
金属使いにしようかな。で、使いしももう変えちゃってって感じですかね。よし、とりあえず今日は使いを調整するとこまでやりたいな。ちょっとやっていきまーす。最悪っすよ。切っちゃった釘で。切れちゃった。これでいっか。このね、材料を使って、この大引きの下にね、通して、で、こいつの上に大引きが乗るような感じで、やっていこうかなと思います。今はね、結構、こうやって、たるきとかなんかの上に乗ってるような感じで、ちょっと、心もとないので、それでやっていこうと思います。でも材料がね、これ、2本しかないんで、まあ、とりあえずちょっとやれるとこまでやって、で、これを見ながらね、ちょっとレベル出していけたらいいかなと思います。ちょっとね、やってみます。いや、ダメか。今ね、この材料を、おびきの下に通して補強入れようかなと思ったんですけど、こうやって大引きが、ね、こういう感じだったり、こういう感じだったりして、材料のね、厚みが、まちまちなんですよね。だからこれでレベル出して横に通しちゃうと、この、大引きも全部ね、入れ替えなきゃいけないっていう感じになっちゃいますね。で、そうすると、結構ね、高いんですよね、この材料が。これを入れ替えるとちょっとかなり予算オーバーなんで、なんとかこの大引きを活かして、まあこれはね結構そんなにダメって感じではないんで、まだ生きてるんで材料自体は。これでちょっとレベルを合わせていくしかないですね。いやめんどくさいけどやるしかないもんな。そうですね、これでやるしかないですね。ということで、まあ、大引きのね、太さが一本一本違うので、まあ、一箇所ずつレベルを確認して、まあ、合わせて、かつね、補強しながらやっていきます。この下の方は、土壁強化剤。塗っときまーす。とりあえず、大引きのレベル合わせました。
ぐるっと一周。ちょ、これでね、まあ大体合ってると思います。まあ1、2ミリぐらいの誤差はね、あるんですけど、まああとここはね、ちょっと、金属塚で調整しようと思ってるんで、これだけレベル合ってないです。あとはまあ、大体合ってます。で、大引きがやっぱりちょっとこう、なんだろう、まっすぐではなくて、まあちょっとこう、まあうねってるところもあるんで、そこはネダで、まあ削ったりとかしてね、大引きを削ったりとかして調整していきたいと思います。で、レベルは合わせてまだ、補強はね、全部終わってないんで、まだ、今はちょっととりあえずで補強したりとかしてますけど、またね、今度、ここら辺とかも、ちょっとまだ入れていかなきゃいけないんで、補強していかなきゃいけないですよね。やっていきたいと思います。まあでも、今この状態でもね、全然、大引きの上に乗っても、大丈夫です。まあ、しなるけど。ということで、あとは片して終わりたいと思います。お疲れ様でした。家のリフォームって解体して家の中の状態を見ないと本当にね、わからないんですよね。まあ、今回は床下の状態を初めて見ました。まあ、当初はね、ここまで壊さなくてもいけるかなと思っていたんですけど、まあ、思っていたよりもね、まあ、ダメージがあったり、まあ床のね、歪みは多分おそらくそんなね、気にならないレベルだとは思うんです。まあ普通にね、生活していて、ここ下がってるとか、まあ上がってるとか感じることができない程度。まあ家具とか置いたらね、片付く場所があるかなっていう程度なので、まああのまま値段を張り替えるだけでも、なんとかなったと思うんです。でもね、せっかくやるなら、まあとことんね、やってしまおうと。まあでもね、そんな感じでやってしまうと、まあお金と時間がかかってしまいます。まあ家のリフォームは家の状態もそうだし、まあそこにね、かけられるお金と時間でやれることが決まってきます。まあそういうね、難しさもあり、面白さもあると思うんです。次回はね、この作業の続きですかね。皆さんの応援コメントで頑張れます。高評価ボタンも力になります。チャンネル登録者数が増えると単純に嬉しいです。そして、次回もまた見てくださいね。バイバイ。僕らが普段着ている作業着、セタカラオリジナルブランド、イエミッティのつなぎ、存在感抜群な大きなメッセージプリントつなぎも発売中です。shop.setakara.com から購入できます。あと、インスタやってます。セタカラの何気ない一コマ、こちらもよろしくお願いいたします。